おもちゃの国アリスへようこそ。天使のレイと申します。はい、シャープ62、じゃあ162、はい、162です。今回はフィギュアツですね。ご紹介したいのは、はい、それがこちらです。はい、じゃがじゃがじゃんと。はい、カードキャプターさくら、スイッチフィギュアツの、キロモトさくら。今回は豪華初回特典として、このスリーブ付き特別パッケージ背景ペットシート付属という、なんか、はい、これとなんかこの中かなみたいな、これが初回らしいです。通常になったらどうなるんでしょうかね。はい、今軽くぐるぐる回してますけど、これが正面、側面、裏、そして反対側でトップですね。これが、スリーブ付きの特別パッケージってやつですね。はい、では開けていきたいと思います。レッツラオープン。ここの上ですね。ここの上のところに特別スリーブとの接続テープが止まってますね。そしてあと下にもあります。これ剥がしちゃうと抜けちゃうんで外しません。それと上、はい、これで開きます。はい、開きました。で、中にさらに入ってる。あ、これ見えますかね。ここ。これ側を外すとウィンドウパッケージになってるみたいだから、外すか。外したくなかったんだけどな。紹介するものとしてやっぱ外さないとね。こんな感じ。あ、裏なかったんだ。裏の商品紹介みたいなやつは、この特別パッケージのこれにしかないみたいです。実際は箱、こちらですね。こちら一応クローカードという劇中に出てくるカードが収められてる箱をモチーフにされてるみたいですね。はい。そしてこれをこう開けると、ここにこんな感じで、あ、抜いちゃったけど、ここに入ってますよっていうのが見えるみたいです。はい、こんな感じの箱でした。なので、もしかしたら通常、初回のこれが売り切れた場合、これでなるのかな、販売は。はい、よいしょ。で、あと中に、これが裏紙ですね、多分。パッケージ的にこう入ってる、これが裏紙だと思います。それ以外に、これが、表紙に書いてある、背景ペットシートってやつですね。 PET シート、はい、これです。これアニメのオープニングで、あったシーンのやつだと思います。それ以外に、こちらがベースですね。それと、この足。これの2枚を使って、これを、これ使って、こう立たせる専用のやつですね。はい。では本体いってみましょう。はい。こちら本体。はい、本体、替えの表情、そして交換用の手首。こっちにアーム入ってますね。で、これがケロちゃん。と、その尻尾、これが杖と、カードと、クリップパーツと本体。本体2回言ったね、今。では先に、よいしょ、こちらベースですね。はい、こちら非常に綺麗な印刷ですね。はい、こんな感じです。で、説明書、こちら説明書です。手首がこうなってるよとか、擦れ注意とか、封印の杖の持たせ方とか、尻尾とか、さっきの背景 PT シート、ペットシートですね。これの立たせ方とか、クリップっていうかスタンドの使い方って書いておきます。あと、これね、ここ専用の手首で付属のカードを持たせることができるというやつです。よいしょ。よいしょいと。ではまず、あら、よいしょ。まずこちら、ケロちゃん。まあ、ある意味特典っていうか、付属品といいますか。
一応尻尾取り付けるんですが、こちら、差し込む向きっていうか形決まってますので、変な角度で入れると、穴が広がって大変なことになるかもしれない。首が、ボールで動くというか、これ本当に置いとくだけでね、立たないんじゃないか。当たった。はい、こんな感じ。ちっちゃいなおい。で、替えの表情が1つ、2つ、よいしょ、取れない。はい、3つついております。はい、ちょっと避けといてね。そしてアーム、いつものアームと比べてこっちとこっちのバランスが違うやつですね。上のが短い、多分その方が使いやすい。はい、こんな感じ。そしてアームをこう取り付けますと。はい、ベースはこんな感じです。そして封印の杖、本当はね、作品見たんですけどね、もうだいぶ昔に見たんで覚えてないんですけど、フライだかなんかでね、ここの羽がでかくなるはずなんですよ。そのパーツはね、ついてきてないです。はい、そしてこれがクローカード。はい、専用の手首を使うことで、これを持たせることが可能と。よいしょ。それでは、本体行ってみようかな。おりゃ。はい、こちらが本体です。ちょっと変な感じになってますけど、ぐるり一周、うん、いいんじゃないでしょうか。いいんじゃないでしょうか。いいんじゃないでしょうか。ただこのスカートが完全硬質パーツで、手がこれ以上閉じれません。ボリューミーすぎたんじゃないでしょうか。肩とかは、干渉的には、背中のこの羽、こちらも基部がボールで動くので、そこまで干渉としては少ないかな。どっちかというと羽側にボールの受け軸があるみたいですね。今外しましたけど、はい。やっぱり閉じれないのはやっぱちょっとね、ちょっと辛いかな。腕はここまで、こんな感じで曲がります。はい、で手首にもう一個ジョイントが入っておりますね。はい、よいしょ。でお腹の、お腹というか胸下で動きます。あと首、はい。ちょっと手を前にするか、なんか違和感あるな。で、あと腰のところで、ここですね。で、動くのと、足はね、スカートがそう広がってる関係で、硬質スカートの割にはこう足が前後、一応左右もこれだけ広げることができる感じですね。足も一応こんなにこれだけ回ります。可動としてはまあ優秀なんだけどね、ちょっとね、やっぱりこのデザインで、やっぱ硬質スカートっていうのはやっぱり腕がね、やっぱ干渉しちゃってちょっと大変なことになってますね。はい、で先ほどのこのアーム、こちらで挟むんですが、こうの方がいいんじゃないかな。ディスプレイの仕方では通常通りなんですけど、アーム逆にした方が干渉が少ないような気がします。よいしょ。やっぱりな、やっぱり手がな、手がやっぱり閉じれないの、やっぱり辛いね。この状態でぐるり一周します。はい、こんな感じで、交換用の手首を、使うことでカードを持たせるんで、カード、ピンとこっちになっちゃうな。これですね。指揃ってんのが、左手のみです。そこにカードをこう、プスッと、この状態でこう持たせると。
まあ、実際こうか。こっちですね。こんな感じで持たせることが可能。この裏の印刷って言いますか、こちらもすごく細かく、あ、ピント合ったね。こうですよ。綺麗ですよね。はい。こちらは特に何も書いてません。はい。で、封印の杖。こちらの方は、左右、どちらでも持てるようについてます。えいと。はい。こんな感じ。で、持たせ方としては、まあ、手首側、こうポンと取って、こう、プチッと、取り付けてあげる感じですね。はい。なんかね、なんとも言えない感じ、可動としては。帽子は取れないんだね。交換は前髪を取り、顔を取り、別な表情をつけ、戻すという感じですね。よいしょ。はい、こんな感じです。で、アームでもう一回取り付けてと。まあ一応こんな感じ。今かなりざっく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 りですけど、こんな感じですね。で、一応カメラで寄ってみましょう。出来としてはね、全然問題ないんですよ。この印刷とか、この辺のね、造形的には全然問題はないんですが、やっぱりね、スカートがこの硬質、でちょっと広がってるんで、脇を締められないと、そこがちょっと、残念だったかなっていう。で、この後ですね、フィグマの方でも一応発売されますと。で、さらに衣装違いが確か受注かなんかで出るみたいなので、一応そちらも、入手しましたら、今回のこちらと比較とかちょっとやってみたいと思います。はい、それでは一旦退場していただきまして、はい、いつものコーナー、はい、リケイドライバーのコーナーです。はい、いつもね、混ざってるように見えて混ざってないんだよね。はい、1枚引きましたよ。今回は誰だ、でん、お、響きですね。響きです。はい、ではドライバー出してきて、響きのカードどっちだったっけな。よいしょ。あ、ファイルこっちで合ってるかな。あったあったあった、響き。はい、響きのカードこちらです。よいしょ。はい、ではたまには音楽入れるか。こっちじゃない。ちょうど切れたね。はい、こんな感じでした。あれじゃないかな、久しぶりに平成ライダークーガからディケイドまでのやつが出たんじゃないでしょうか。はい、では戻ってきて、ケロちゃんここ置いて、はい、これで以上フィギュアーツ、広本さくらご紹介終了しました。それではまた次回お会いいたしましょう。